いやー、4日目始まりました。このトンネルの中っていうのが雨降ってなくて最高だね。白いですなー。お、はい、おはようございます。今日が5月1日日曜日、4日目です。今日は 281.7 キロ、7時間13分走る予定だったんですけど、まあ、雨なんでいくつか経由地削除しました。今日はこのホテルルートイン長浜インターを出発したら、奥琵琶湖パークウェイ、ツーリングルートですね、そこを走ってると津浦尾崎展望台というところがあるのでそこ行きます。その次、海津大崎っていうところ行こうと思ったんですけど、そこを削除しました。次がメタセコイア並木道、その次が天井川、その次が白髭神社、これ前通るだけですね。その次があの尾駅、これがアニメの聖地ですね。その次が草津大津の市郷、これもアニメの聖地ですね。その次が瀬田川橋梁、その次が御成寺、ここ行こうと思ったんですけどキャンセル。その次が大津校門、これも行こうと思ったんですけどキャンセル。この2つは11日目にまた近く来るので、その時に寄れたらいいなと思います。その次が大見神宮、ここも雨だからキャンセルしました。行きたかったんですけどね。その次が志賀越え道、ツーリングルートですね。その次が鴨川デルタ、その次が白川一本橋、その次が鴨川納涼床、うん、これちらっと見るだけですね。その次が烏丸交差点、交差点が目的地なんですよ。その次京都アニメーション本社、その次が聖橋梁、これは背がすごく低いガード下ですね。その次が宇治川ラインツーリングルートですね。その次が府道281号、神津屋橋、うん、これ行こうと思ったんですけど雨なのでキャンセル。その次が桜天満宮、これ地学スポットですね。その次がホテルですね。今日は京都府の亀岡市に泊まります。今日はなるべくスクリーンを開けずに行きましょう。ヘルメットの内側に雨が入るのがすごく嫌だ。いやー、4日目始まりました。4日目雨です。ただいまの時刻が10時11分です。すごく遅く出ました。チェックアウト時間ギリギリ。なんでかっていうと、遅い時間になれば雨止むっぽいんですね。当初の予定通りに出発して、で、長い時間雨に当たりながら、計画していた経由地を全部回るより、遅めに出発してもいいから、厳選した経由地だけを回って、でなるべく雨に当たらないようにしようと。おそらく雨が降り続ける日っていうのは今日が最後のはずです。今日が最後であってくれ。でこれを右、よいしょ。最初の経由地の近くまで高速で行くナビだったんですけど、一般道を優先にしてゆっくり、なるべく雨が雨具の中に入らないように行きましょう。昨晩雨具は全て乾きました。なのでグローブの中もサラサラ、雨具上下の内側もサラサラ、ヘルメットの内側もサラサラだし、可能な限りヘルメットのスクリーンも開けずに、なるべくこの状態を維持するように努力してみます。おそらくね、13時とか14時になれば雨がだんだん弱まってきて、15時には止んでるはず、そういう予報でした。
ホテルから出るときにバイク乗ってる方が一組二人いらっしゃったんだけど、お互い大変ですねって言われた。そうですねっつって、どっから来たの？ナンバープレート見て、川崎から来て雨って言って、この辺の人だったみたいで、川崎から来てこの雨って、あ、それは同情されるよなって。もう本当天気はしょうがないからね、どうにもならない。皆さんどうしてますか、こういうパターンの時。長距離ツーリング出ていろいろ計画している、ツーリングルートとか目的地があって、で次の宿がある、こういう状況皆さんどうしてますか。チェックアウト時間ギリギリまでホテルにいて、ゆっくり次のホテルに直行するって感じなんですかね、それとも最低限で行動して次のホテル行くって感じなんですかね。私は雨でも可能な限り計画していた場所は回りたいですね。ヘルメットにつけてるカメラがな、大丈夫かな。同じようにビニールテープぐるぐる巻きだけど、かなり厳重にやったから、うん、一昨日よりは大丈夫だと思うんですけど、でも一昨日もそれなりにきっちりやったんだけどな。昨晩泊まったルートインはね、すごく混んでた。食堂並んでたもんね。確かにね、思い返してみれば、私があそこの宿を取った時、予約した時になんとなくね、残り部屋数が少なそうな雰囲気だったんですよね。選べる部屋が少なかった、うん、あと楽天トラベルが探しやすくて気に入って使ってるんですけど、楽天トラベルになかったんですよ。で次ヤフートラベルで調べたらあって、あれヤフートラベルだったっけな、ジャランだったっけな。楽天トラベル、ヤフートラベル、ジャラン、主にこの3つを私は使ってますね。楽天トラベルが一番探しやすいので主に楽天トラベルですけどね。ヤフートラベルはね、セールがあって、ペイペイが還元じゃなくて還元される予定のやつをその場ですぐ使えるっていうのがあるんで、セールとそれを重ねるとね、すっげえ安くなるんですよ。ジャランは楽天トラベルにもヤフートラベルにもない宿が載ってるんですよ。だから先の2つを調べて、うわないってなっても、ジャランで調べると民宿とかがあったりする。なのでその3つですね。で予約するときに、あれなんかルートイン長浜なんか予約取りづれえぞ、どうやら満室だったようです。で朝食はこんな感じですね、まあ、ルートインなんでバイキングというか自分で取って食べるタイプ。ご飯の盛り付けが自動のやつだった。茶碗を機械に置いて、で焼酎大ってあるから、その大盛りっていうのを大って押したら、ピードンって大盛りのやつがドンって盛られるんですよ。盛られるっていうか茶碗に落ちてくるっていうかね、全然大盛りじゃないんですけどね。 150g って書いてあったっけな、これで大盛りなんだとか思って。おそらく私は大と中を合わせたぐらいのいつも食べてますね。で一つアクシデントがありまして、風呂の排水が逆流しましたホテル着いて少し体が冷えてたから、すぐ浴槽浸かろうと思ってお湯張って、で湯船に入ってたんですよ。じゃあ頭洗うかと思ってシャワーカーテン閉めて、で頭洗ったり体洗ったりして、よしじゃあ出ようと思ってシャワーカーテン開けたら、浴槽のお湯を抜いた時のやつかなんかわかんないんだけど、床のところの排水口からお湯が出てきてて、ユニットバスの床のところにお湯張ったみたいになっちゃってて、で汚れがプカプカって浮いてて、でホテルの人に見てもらったんだけど、通常だったらホテルってトラブルがあったら他の部屋移動したりするじゃないですか。私もなんかで一回あった、貴重品だけ持って、あとホテルの人が荷物か全部移動してくれるっていう、そのまんまの配置で移動してくれた覚えがありますけど、どこのホテルだったっけな、忘れた。で部屋は変えられないんですけども、掃除してバスマット交換でよろしいでしょうかって言われたんで、あもうそれで十分ですって、で掃除してもらってバスマット交換してもらって、まあ、そのトラブルアクシデントがあったぐらいで、あとは快適でしたね。ルートインなんで
ルートイン大好き。他のお客さんも雨を残念がってたわ。そりゃそうだよな、ゴールデンウィークでみんな行きたい場所とかあっていろんな計画してワクワクしてたのに、とりあえず景色が見れなくなるもんね。海岸沿いなんてどこ走っても大体同じ景色になってしまう。海があって空との境目が分かんなくて上が真っ白っていう、海岸沿いみんなそれになっちゃうもんね。おそらく今日の夕方くらいからは大丈夫で、途中に1回だけパラって降る日があるかもしれないっていう予報ですね。このゴールデンウィーク時期の季節の変わり目は1週間前に天気が変わるからね。1週間大体天気が悪くて1週間大体天気が良くなる。でそれが終わると梅雨になって1ヶ月ぐらいジメジメしたなと思ったら急に晴れて急に暑くなってもう夏がずっと続くみたいな。最初の経由地までまだ随分距離あるわ、 21.9 キロ。ただいまの気温13度です。13度だけど雨具着てゆっくり走ってるから全然寒くないです。むしろちょうどいいくらい。レギュラー165円、この辺もそんなに高くないね。いや高いけどさ、他と比べてそこまで高くないね。いや大変そうだバイク。今日ご飯どうすっかな。一昨日はあまりの雨具合にお昼抜いちゃいましたからね。雨が止んでから食べる、おそらく3時くらいに雨は上がる予報だったので雨が上がってから食べる。あれこの交差点右行ったことあるぞ。違うかも。左。これが何インター？木の本インター。ここから乗ったことある気がするね。今向かっているツーリングルートは何年か前に時間がなくて諦めた場所ですね。時間がなくて福井方面に行きましたね。 あれもゴールデンウィークだったな。12都県ツーリングの時、国道8号と303号、国道8号線今日すごく関係あります。ガラスマ交差点というところで国道8号が終わるんですよ。はい、トンネル。はい。あれ？ブレーキインジケーターがちょっと調子が変。ブレーキインジケーターってこれね、今赤いランプがついてる。なんかね、湿気が増えると若干調子が悪くなるっぽいんだよね。もうちょっと構造を見直そうかな。ほい。わ左琵琶湖です。あんまり首横に振りたくない。雨水が入る。うこれが琵琶湖です。私は前見てますよ、琵琶湖。後でたっぷりお見せできます。このトンネルの中っていうのは雨降ってなくて最高だね。はい。じゃあこれを左ですね。左。後でこれを左から出てくるっぽいです。これから行くツーリングルートは一方通行なんですよね。バイク来ましたよ。バイク。あら、もうそれどころじゃなかったみたい。
雨を耐えることで必死だったようです。ふい。でもいいんです、私が手を挙げたことによって、まあナイツって思ってくれたことによって、ちょっと眠気が飛ぶとか、ちょっとなんかね、気が紛れるとかだったら、そういう風になってくれてたら私は嬉しい。気づいてなかったっていうのが一番悲しいね。1キロ先左、この信号を左かな、じゃあこれを左、ほっ、今これ琵琶湖の方に向かってます。開けて向こうに何もない場所があるから、おそらくあの辺が琵琶湖なんだろうな。あ、これを右に行くと海津大崎だって。私が今回行くことをキャンセルしたツーリングルート、桜の時期になると桜が綺麗なんだってさ。あ、これを右に行ったところか、海津大崎。私は今回まっすぐ行きます。あ、いいのか。通行不可って書いてあった。おー、琵琶湖通行不可って書いてあったから、何事かと思ったら時間が指定されてただけだ。大丈夫大丈夫、行ける行けるけど、基本的に景色は白いね。定位置 6.2 キロ。そういや昨日バイクウェットティッシュ買ってまで拭いたけど、今日が雨っていうの分かってたのになぜか拭いたな。別にあのままでもよかったな。なんかダダダダが多いね、だいぶ削れてるけど。白いですなぁ。なんとなく無言になってしまう。路面に神経使ってるっていうのもあるけど、なんかやっぱり雨だとテンション落ちますね。はあ、お、毛打ちマーク出てきました。